これ実はですね、昨日 の、 陛下のお考えにも驚きましたが、はい、これも驚いたんですよ、はい、本当にこれも大ニュースで、というのはですね、これ、まあ、今こんなになって申し訳ないけど、中国大陸があって、はい、ここに海南島があってですね、インドシナ半島、これむちゃくちゃですよ、フィリピンね、はい、っていうふうに考えてほしいんですけど、九段線って言って中国は、ここに勝手に線引っ張ってるわけですよ、はい、これ9つかどうか分かんないけど、はい、本来はここだけなのにベローンと赤い人をね、ただし、仲裁裁判所は、ね、裁判やってくれるけど、どこが領土領海、特に領土っていうのは踏み込まないと、で国連海洋条約裁判所とか、国際司法裁判所は、当事国は全部同意しないと裁判できないけど、その代わり踏み込んで判断してくれるはず、仲裁裁判所は誰か手を挙げたらすぐ裁判してくれるんだけど、踏み込まないと、住み分けてあるのに踏み込んで、この九段線は全部嘘だって言ったわけです。だから中国を埋め立ててるやつがね、あの島じゃないというのは大体分かってた、それはむちゃくちゃだから、でも九段線が全部嘘だって、これはすごくて、中国はもうちょっとこう、あの気がどっか行っちゃって、日本の柳井俊二さんっていう、僕もよく知ってる外務官僚のせいだって言ってるわけですよ。柳井さんはだから、あの海洋法条約の裁判所の、あの偉い人やったりしてるけども、同じ力ありませんよ、ね、日本のせいだって言ってて、これだけ中国が焦ってるの見たことがなくて、これは軍事的に中国が逆に出てる、で今アジアが戦争になりそうな要因が新たに2つ出てて、1つは北朝鮮の潜水艦発射型ミサイル実験、あれはアメリカは我慢できなくなる、そしてもう1つはここなんですよね、はい、またトラのニュースで考えていきましょう。